皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん大変お久しぶりです。何しとったんね、思われた方ありがとうございます。私ですね、いやこれかれこれもう1ヶ月ぶりぐらいの、まあ、動画でして、いやーこれ私 YouTube 解説以来ですね、こんなに間開けたこと今までありませんでした。でこれにはですね、もうめちゃくちゃ浅い理由がありまして、単純に今月引っ越しが忙しかったと、はい、もうそれだけでございます。ちょっと前にね、黄昏さんがですね、こう消えたアクア系 YouTuber っていうね、動画をアップされておりまして、いやもう内心ねめちゃくちゃビクビクしておりました。まあ、私がね、これ取り上げられるってことはもう絶対ないっていうのは分かってました。復活を願ってやまないっていうね、そういうくくりだったので、はい、そこにね私が入るってことはもうね、もう全く、はい、絶対ありえないことなんで、まあ、それはいいんですけど、いやそうなんですよ、引っ越しがね、いやめちゃくちゃ大変でした。で引っ越しって言っても家の、はい、私の自宅の引っ越しっていうことではなくて、私ですね、1年半ちょっとぐらい、アクアリウム部屋を自分の趣味の部屋として、外に借りておりまして、でそれの退去の日がこの5月の末だったんですよ。で本当にこれね、直前まで、いやマジでやる気が起こらない、まあ、っていうよりなかなかね時間がなかったんですよね。で、まあ、たまにね休みの日とかに行っても、まあ、なかなかこれ体力的にもきつくて、まあ、一日中ねやるっていう時間もなくですね、本当にちょっとずつ退去を進めていたという形になってたんですけど、5月のね、で本当にこう入るまで、もう気が山積みで、はい、もうそんな状態がねずっとこう続いてて、これいよいよやばいなと、いやもうこれ5月末退去できるかなっていうね、いうぐらい、はい、なっておりましたので、もうこれもう YouTube やってる場合ちゃうぞといやもう正直ね、はい、もう正直もう全然時間なかったです。なので私の YouTube のねコメントとかもいただいてたのも返してないぐらい、ちょっとね YouTube から遠ざかってたんですよ。いやもうね、まあ YouTube 見るぐらいやったらねできるんですけど、なんとなくねやっぱり自分も更新してないし、なんかこう気持ちがちょっと遠のいてた部分も正直あるっていうのは、まあ、これはね事実です。はい、やっぱりこう、本当に日々の習慣みたいな、まあ、最低1週間に1回はね必ず、まあ、ほぼほぼ動画を出していたぐらいのペースでやってましたので、なんかこう間が空くとね、ちょっとなんかこう後ろめたい気持ちというか、で多分ねこれこうやめはったというかね、消えゆく YouTuber ってそういう気持ちやと思うんですよ。ちょっと私ね分かりました気持ちなんかもう YouTube なくなったらね、もうなんか逆にそれが日常になってしまうみたいな、いや本当これ寂しいことですよね。うん、私はねそうならないように、はい、皆さん死んでませんのではい、私は、はい、ちゃんと生きておりますので、はい、いうことでね、まあ、今日はちょっと雑談的な感じになるかなと思います。ちょっと心境のね、ご報告とかもしようかなと思いましたので、まあ、ちょっとまとまりのない話になってしまうかと思いますが、その辺はねご容赦いただけたらと思います。はい、ということで、基本的にはもう引っ越し、はい、無事完了しました。いやーもうほんまに大変やった。いやーもうこれね二度とちょっとねやりたくないです、正直。はい、私友達いませんので全くねリア友もねほぼいないんですけど、まあその中でもねアクアリウムやってる友達なんかね皆無ですよ。うん、周りに一人もいません。はい、リアルな友達でアクアリウムやってる方ってね一人もいらっしゃらないので、いやなんかこう会話の中でねこう水槽をやってますっていうのがねもう全く通じないんで、もう言わんようにしてるんですよね。なのでもう全部一人で片付けました。もうねこう片付けるっていうかね、皆さんこう引っ越しとかされたことであると思うんですけど、大量にねゴミ捨てるときってどうされますか。当然家のね粗大ゴミの日とかで、捨てれる量じゃないんですよね。まあ
ある程度こう20畳ぐらいの、ね、広さの中でこう自分で、水受け作ったりとかこう、ね、柱立ててみたいな、もう木材ふんだんに、使っておりましたので、粗大ごみで片付けれる量じゃなかったんですよ。で、私のね、自宅の、まあ、近所でもないんですけど、とあるところにこう持ち込み OK のゴミ処理場って、で皆さんも近所に、あるかなと、思いますが、そこにね持ち込み可能だったので、もうね計ね2回、はい、私結構でかい車乗ってるんですけど、2回ねもうパンパンに詰めていきました。合計460キロ。いやめちゃくちゃしんどかった、ほんまに。いやもうね、まあこれ事業ゴミじゃないんでね、私別にビジネスじゃなくて趣味なんで一応家庭ゴミとして扱ってくれたので、はい、捨てることはできたんですけど、いやもうね、もう螺旋階段なんせ降りんのほんまにきつい。いやもう二度と私ね、もう螺旋階段見たらね、もうちょっとトラウマレベルですよ。いやもう水槽もね、すべてこう螺旋階段下ろして自分の車乗せて家、また2階のね、4.5 畳の部屋に戻すみたいな作業をもう何回も延々とも繰り返しまくったこの1ヶ月。いやもう地獄。ほんまに地獄。でね、まあ一応もう5月の本当に末にですね、もう営業さん、いろいろ私トラブルありました。まあ、その動画も見てくださった皆さんもいらっしゃるかと思いますので、その方たちの、ねまあ、対してもちょっとお話をしておくと、最後ね、退去の時に立ち会いっていうことで、はい、営業さん来ていただいて、もうね、もうこれで最後やなと思いながら、なんか逆にちょっとこう自分の中でもね、惜しいというか寂しなってる自分がいてね、はい、いやもうなんか憎めないんですよね。まあいろいろ本当にこうなんか喋っても何言ってるか分かれへんしみたいなね、やってほしいことがね全然やってくれなかったり、まあ、約束守らんかったりってずっとあったんですけど、なんかね憎めない、まあ、ところがあってちょっとね寂しなってた部分もあるんですけど、まあ、最終ね、返金っていうことで、まあや仲介手数料か、仲介手数料とで、保証会社に払っているお金を、まあ、返金しますっていうことで、はい、無事返金していただいて、あとなんか火災保険も途中でね、まあ、解約っていうことになるんで、いくらか返金されるっていうことですっていうね、で、結局ね、まあ、額的には当初も解約しますって言った時になんか減ってるんですけどなんか、まあ、なんかようわからんけどね、なんか若干減ってたんですけど、なんか火災保険がもうある程度途中なので、まあ、その分は返却されないっていうことなんか、まあ、もうようわからんので、ね、もうええわと思って、まあ、少額のことなんでね、はい、まあ、とりあえずある程度、結構でまとまったお金返していただいて、はい、まあ、その時にもね、もうなんか最後に、いや本当にもう あっちのね、その営業さんが、もうこちらのもう不手際でもう本当に不快な思いをさせてしまってすいませんっていうね、はい、いうふうに、まあ、言われたので、はい、もう、ああ、もう大丈夫ですっつってね、はい、去って帰りました。もう去って帰ったけどね、はい、いやもうね、本当に、いやいろんな経験ね、このテナント物件、させていただきましたので、いやもうそれはね、本当に感謝というか、まあ、本当にいい条件だったので、このね、貸していただいたオーナーさんとか、この物件自体には本当に感謝の思いで、最後もう綺麗にね、はい、原状回復っていうことで綺麗にやっときましたので、はい、もうその辺はね、全然恨みもございませんので、はい、もう使わせていただいて大変お世話になりましたっていうね、気持ちで、はい、無事終了しました。で、今後この 4.5 畳、まあ、自宅にあるね 4.5 畳の元々のアクアリウム部屋に今戻ってきまして、で今ねちょっと水槽数えたらまだ立ち上がってないものが結構あるんですけど、最大今9台稼働できるっていう状態にはなってます。いやだからね、結局このテナント部屋でも大体それぐらいだったので、まあ数的には減ってない、しかもね、さらに半分ぐらいのスペースを植物に当てることができるっていうことで、
いやーちょっとね、まあ、ますますこうパワーアップした姿っていうのを皆さんにね、お見せできるんじゃないかなと思って、それはねちょっとあの期待しているところです。はい、ただね最近本当に私結構植物にハマり出してまして、もうハマり出してるを過ぎてるかな、もうねそういう段階ちょっと過ぎてるかなっていうぐらいで、もう毎週のようにね増えていってるんですよ。いやもうアガベであったり、あのパキポディウムもねちょっとこの前手出してしまって、いやーこれもねもう発根管理やっぱ難しいですね。今グラキリス3つで、あと何やパキポディウムコロンベンセとかなんかあるじゃん、 ブレビなんかちょっとねあんまりちゃんと名前覚えてないんですけど、そのねグラキリス以外がねちょっともうダメで、はい、もう1個はね多分ホロンベンセやったと思うんですけど、もうそれもダメで、もう何もう着ぐるみ脱いだなんかあの、うん、なんか戦隊ものみたいなね、そんな感じの怪獣みたいな感じでね、もうべっちゃべちゃに、はい、あのぐっでんぐっでんになりましてね、でもう1個もねなんかもう変な汁出てきてもうブニョブニョなんですよ。もうとりあえずそのまま置いてますけど、もう多分これもねダメなんちゃうかなと。うん、で、あとはもうグラキリスのねちっちゃいやつがなんかもうベコベコにへこんできたりとか、まあ、いろんなトラブルあってまだね多分発根してない、この小さいやつはね発根してないんじゃないかなと思うんですが、もう大きいやつ2つ、うん、めちゃくちゃでかいやつもねちょっと買ってしまっていやー恐ろしいよねこれ、まあ、この辺は体力あるんでねさすがに発根してくれるんちゃうかなと、期待はしながら、うん、まあただ安心はせず、はい、あの日々ね観察しながらやってるんですけど、ちょっとね植物だいぶちょっと私ハマってます。はい、でアクアリウムもやっていきたいんですけど、なんかね私の中でやっぱりねどうしても植物が好きなんですよ。あの水草派っていうのをね、お話したと思うんですけど、やっぱり結局はね植物が好きなんだと思うんですよ。いやだからこれがね私の中でアクアリウムとこの植物のせめぎ合いみたいなのがねこう日々やってですね、いやーもうねーいやでね皆さんにね実はアンケート以前、まあ、これもねもう1ヶ月以上前に、させていただいて、もそこからパタって止まってしまったんですけど、アンケート取らせていただいて結構で、植物に興味があるっていう方がたくさんいらっしゃるみたいで、はい、まあ、今植物持っている人っていうのも結構3分の1ぐらいで、ないけど興味あるっていうのが、3分の1、全く興味もうないっていうのは3分の1ぐらいということで、割とね、たくさんの方が興味持ってらっしゃるっていうことなので、まあ、もしかしたら今後はねそっちも動画にしたりとかっていうのはあるかもしれません。ただね一応ジャンルがアクアリウムなので、まあただね私やっぱり正直に言いたいので、まあ、もし自分の中でねいや今やっぱり植物やりたいんだっていうことであれば、そういう動画が多くなるかもしれません。まあそれはねもう私がやっぱりやりたいことをやるっていうのがね一番、まあ、いいのかなと、はい、楽しみながらねやるのが一番いいと思っておりますので、はい、まあ、その辺はまたね、まあ、どんな風な動画出るのかっていうのはぜひね、見ていただければ本当に嬉しく思いますので、また今後ともぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は近況報告というお話になりました。いや私ねちゃんとピンピン生きてますので、はい、まあ、これからはですね、もう一応の引っ越しも終わりましたし、片付けもまあだいぶできましたので、どんどん動画もね撮っていきたいなっていうふうには思ってます。ただねまあもしかしたらもう止まっていなくなってしまわないように皆さんねぜひ応援していただけたら大変嬉しく思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。